まずここにあるのがですね、2つの電球なんですが、パッと見てですね、この2つの電球の違い分かりますか？はい、それではですね、電球をつけてみますね。はい、さあどうですか？一方はたくさんの電気を使っていることが、このメーターを見れば分かりますね。もう片一方は省エネ電球で、このように電気はあまり使ってない、そういうことは分かるんですね。それでは今から内緒実験をしてみたいと思います。皆さんに両方の電球のボンボンの上に手を乗せてもらって、何か分かるかなという実験をしますが、最後の人が終わるまで決して答えは言わないでください。約束はできますかね？はい、皆さん分かりましたね。それでは聞きますよ。こちらの電球の方が熱かったというお友達、手を挙げてみてください。0人ですね。じゃあこちらの方が熱かったというお友達、お、なんと全員ですね。そうですね、理科の試験問題もこのように全員が100点満点というね、そういう形になると楽しいですよね。はい、こちら側はエジソンさんが作った白熱電球というタイプの電球です。もう一つの電球、これは省エネ電球ですが、この電球の正体は何なんでしょうか？この正体については後から見てみることにしましょう。さて、こちらのエジソンさんのタイプの白熱電球を使うと、たくさんの電気を使っているということが分かりますね。しかもこうやって触った時に、こちらの方が熱かったわけです。夏の暑い日にこの電球ばかりを使っていればどういうことが起こるでしょうか？この電球を使うと部屋を明るくするのにたくさんの電気を使って、しかも熱を出すからエアコンの設定を強くしないといけません。それに対して省エネ電気を使うと、電気はあまり使わないでエアコンの設定も緩めていけます。すなわちスマートエコな部屋が実現するというわけです。はい、この両方の電球を普通に見るとどちらも同じ明るさで同じような色をしてますよね。なので2つの電球の違いが分かりにくいかもしれません。さて、この電球の、この省エネ電球の正体というのは一体何だったんでしょうか？それを探るために、なんとこういう分光筒というものを用意しました。分光筒を使ってみると、白熱電球はこのように見える、省エネ電球はこのように見えます。白熱電球のスペクトルが見て分かるように、太陽の虹と同じように7色全てが映ってますね。それに対してこちらの省エネ電球のスペクトルをよく見てみると、青と緑の間に黒い線が入っていることが分かりますね。ということで2つのスペクトルの違いが分かるわけですね。実はこの電球、省エネ電球は LED 電球でした。皆さんもこの分光筒を使って周りの電球を調べることから、電球1個からのスマートエコを考えてみてください。皆さんと一緒にスマートエコプロジェクトをやっていきましょう。